さっきの続きですがね、医学ってまだまだ分かんないこといっぱいあるんだよ、あれね。何でもストレスのせいにするでしょ？これはストレスの原因でしょ？まあ、俺ってね、分からないからそう言ってたからね、ほんとね、そう思ってね、ストレスって。よくいろんなさ、珍しい症状でさ、最近の症状でさ、ストレスとか言ってるのあるけどさ、あれって分からないからなんだよ、本当。分からない思ったらあるかもしれない。まあ、分からない人はストレスのせいにとか、そう言って、それでストレスのせいって言ってる場合もある。本当にいっぱいあるの、それ。それもその辺を頭に入れておくといい。今の医学ってそんなもんだから。医学は万能じゃないんですよ。ね、人間の知ってることってまだまだ、ごく一部なんで、医療で。ね。分からないことなんでストレスのせいにしたりさ、分からないって、本当だ。そうよ。西洋の医学ってまだまだだからさ、まあ、人間にやるものはまだまだよ。だからバカみたいな医療を信奉するのどうかと思うからね、僕は。ある程度疑わないとさ、ね、わからないわけでみんなね、ストレスのせいにする時代、世の中なのに今。あれも信じちゃいけないよ。疑ってかかるんだけどな。最後の一杯行こうか、もう遅いんで。なぜ日本で研究、確か日本で研究機関が証明できてないんだよね、誰やってもさ、同じも最近できてない。でも、なぜアメリカの機関が乗っかってんのか、それも知りたい、本当じゃん。ね、なんでなんだろうね。はい、乾杯。日本のいろんな研究機関がさ、おぼけたさ、以外再現できてないのにさ、どうしてなのか。ね、不思議だよね、ほんと。まあ、再現できてるかもね、できてないってことだよ、今、思ってもいいし。今日写真もこれでおしまい。あと明日の分もあるからね、今日はこの辺でやめとくね。明日の分もあるんでね、ちょうどいいや。明日は午前中いっぱいこっちいると思うんで。あと、ね、食材、白菜の半分と、ウインナーと、ご飯、あれだけ食材。まあ、あれだけあれば十分だ。でも、ほんと、今度はいい感じだ、白菜の減り具合。大丈夫な減り具合だね。いい感じだ。一個使おうか。オガライト。これでおしまいしましょう。あとは明日の分。オガライト一塊と、あれ、まあ、一回ちょこっとあるんで。今日最後の一杯。焚き火っていいな、炎なる幸せだよ、ほんと。夜で静まって。有効、今夜ぐっすり寝ようね。普段仕事、平日仕事がぐたぐただから、もうほんとくたびれちゃって。底辺さんわかるかな、ほんとくたびれ、工場仕事が疲れるんだよ、ほんとくたくた、いつも。やっぱ2日休みはいいよね。ね。こうやって休みだと、いけるしさ、キャンプとかで、次の日もね、いいし、1日だから次の日はもう仕事だもんな。ね。明日飲んでるでしょ。やっぱ連日あると嬉しいね。隔週でもね。底辺だから、本当。
まあ、マジで分野最高じゃないか。どうも、今日最後。今、最後の一杯飲んでます。ももかさん、再び。あ、ももかさん、どうもね。よかった。いつも来るももかさん、どうもね。今日はね、チャンプで、カップコップだけ。白菜のギターのつまみにね。群馬県の探知キャンプ場、通年利用できて無料で予約なしで、すごい理想的なキャンプ場。あ、いいね。やっぱ河原だとさ、昼間今夜だけどさ、河原は昼間は白日からと眩しくて大変なわけだ。ここほんと林間だから、森林の中だからさ、いいんだ、涼しくって。いくさだの焚き火台で焚き火やってます。冬場だったらこの焚き火で暖を取るという意味だが、今暖よりも今明かりですね。照明代わりと炎の揺らめきを楽しんでます。そんな感じです。炎いいよね。炎のある幸せ。これが楽しいんだよ。いいね。はあ、本人はさ、な、再現してるんだよ、ね、本人は。でも他の第三者がさ、あれスタッフをさ、あれ作っていってないわけよね、うん、なんだ、まあね、建築は一人やるもんじゃない、古もんなんだろうな。そうだ、研究って一人やるもんじゃないから、いろんな協力者にしてやるって、それがその辺だろうな。その辺で裏があるんだろうね、結局ね。うん。どんな研究一人じゃできないもんな。何人かいて、ね、それを協力してやってて。で、その、うん。その辺だよな、問題はな。あったら理学がすごい変わるんだけどな、本当だったらな。これでおしまい。今日はね、タック。じゃあ一曲終わったわけにしようか。今日の最後の歌歌って、最後の歌歌って。今日はなんか良かった、良かったらリクエストあるかな。良かったらリクエスト。まあ、じゃあ歌いたい歌歌います。いつものように歌いたい歌。じゃあ高校3年生でも歌おうか。この歌いいよね。赤い夕日が校舎を染めて、にれの木陰に弾む声。高校三年生、僕ら離れ離れになろうとも、クラス仲間はいつまでも泣いたしもある、恨んだことも思い出すだろう、懐かしく。ああああ、高校3
先生、僕らフォークダンスの手を取れば甘く匂うよ、黒髪が残り少ない数を胸に夢が羽ばたく遠い空、高校三年生、僕ら道はそれぞれ分かれても、越えて歌おう、この歌を。名曲だね、これね。高校三年生歌いましたね。で、コップ酒。はい、乾杯。ああ、いいな。一人で歌って。あれ、さっき、あれはそう、あれなんだっけ。いろいろ、ネットありがたいな。もう、こうやって生きてるよ、本当は。今週はまだ生きてる？大丈夫？生きてるね。はい、どうも。夜の静寂。でもこのキャンプ場いいな、無料だもんな、これ。大抵無料でできるってさ、学校は日替わらとか、川澄河原みたいに河原なんだよね。ここ林間だもんな、普通の公園みたいで。これが嬉しいね。まあ何度も言います、林間、河原はさ、夏場とか昼間眩しくってね、大変だけどさ、ここ銀河の昼間でも涼しくっていいよ、ほんと。これが最高。夏場なんか最高ね。だから、学校橋ってほんと木なんかさ、あれ、細っこいのあれしかないからさ、桜ね。ね。だから、ね、機械、まあ、交通費とか全然安いんだけどさ、学校橋の方が。でも、まあ、いろいろ考えるとこっちがいいなと思ってね、僕はしてる。まあ、メインの、今のところ僕のメイン、キャンプ場メインアウトバーがこの今いる場所と思っていいよ。だから3回目の正直って言って3回連続したよね。ここ本当に駅からも近いしさ、高崎線ね、乗って帰ろう明日はね。高崎線沿いね。そうか、底辺だ。僕は底辺よ、本当。底辺でも生きてくれ、贅沢しなきゃいいんだよ、本当、本当。よく金がないとか言ってさ、ないとか言っといて電子レンジ買ったりとか、ふざけんなよな、あれ。いつも思う、僕は。金がないなら電子レンジなんか買うんじゃねえよ、使うんじゃねえよ、ほんと。あんなの。あれだけ電気代ものすごいしさ、ね、元も買った時点で金かかってるしね。よくあるよね、ほんと。YouTube でもさ、テレビの録画動画見ててさ、そうだ、あれ、ほんと。金がないとか貧乏とか言っときながら、自宅の食事はさ、電子レンジ使ってる。なんなんだよって感じです。電子レンジ使う余裕あんじゃねえかよ。ガス炊くのが全然安いぞ、ほんと。あと笑っちゃうのはさ、で、お手軽電子レンジ料理とか言ってさ、見てるとさ、ガスの方が明らかに簡単になるようになる、茹でたりすんの。ガスだってあっという間だよ、ほんと。もう無理やり。笑っちゃうよ、ほんと。電子レンジを推進する人たちがさ、よくお手軽料理とかやってみるとさ、あれめんどくさいのよね、見てると。あのガスだったらもっと早いよって感じ。ね、ほんと笑わせんな、電子レンジ。
電子レンジなんかなくたっていいんだ、あんなもん。ガスがあれば十分。省エネはそこから始まると思うよ、僕は。ね、バカみたいに街の明かりを消すんじゃなく、ね。家庭なんかで電子レンジなくたって全然なんだ。ガス代1個あれば料理できんだから、あんなもん。お手軽電子料理、電子レンジ1個でしましたとか言ってさ、見てるとさ、めんどくさいんだよ、あれ。ガスだったらもっと早くできるっていう操作をさ、めんどくさいことやってさ。で、電気代もかかるしさ。ね、絶対ガスがいいよ、ほんと。